です。こんにちは。今回はブラジルで働かれて8年目になられる日本人の美容師さん松永亮さんに取材させていただきます。本日はよろしくお願いします。ではまず最初に僕から簡単に紹介をさせていただきます。まず出会ったきっかけはブラジルサンパウロで活動している日本人の駐在員さんとかを中心にした、こちらでサンパウロで仕事をされている方の野球チームがあって、その活動に僕が1月末に参加させてもらいました。それをきっかけに、りょうさんに出会って今日取材に来させていただきました。こちらりょうさんなんですけど、最初に言ったようにブラジル生活は8年目になります。そして34歳。はい。で、なかなか経歴がですね、すごい、異色の経歴といいますか、説明しますと、福岡県出身で中学卒業後まず最初には土方で働かれたと。はい。福岡の土方で、1年近く働かれた後に、上京東京に行き、美容師さんのお店に雇ってもらってまず仕事を始められたと。そこで美容師さんの、仕事をしながら通信の美容学校で美容の免許を取られ、22歳の時に、ワーホリですね、ワーキングホリデーを使ってカナダトロントに行かれ、そして、アメリカカナダを渡り歩かれた後にブラジルに来て、美容師をしていると、ざっくりと言うとこういった経歴の、持ち主のこういった経歴の美容師さんになります。なので、節目節目の、きっかけについてなどいろいろ質問していこうと思います。じゃあまずその中学卒業後、美容師になれる前の土方を始めていて、土方は、はい、もう先輩、はい、先輩がこうね土方やるね、はい、仕事するってなったから、はい、ちょっとお金貯めたいなみたいな、ああいうノリ、完全そこもノリで、はい、ああっていうだけ、はいはい、もう先輩の影響でまずは土方をされたと。で、土方で働かれた途中に、美容師になりたいと。ずっとね、はい、ね、髪の毛はずっと好きだから、はい、やりたいってずっと思ってたし、またそれもまた別の友達が東京に行ってたから、はい、それで、きっかけというか、ね、じゃあちょっと、東京にも行ってみたいし、はい、じゃあと、ね、美容とかそういうのやりたいとか東京かなみたいな、はい、それで、ノリで、そういうふうに行って、もう思い切って16歳、そう16、高校1年生の終わりですね、学年的に言ったら、に東京に出られてもう仕事を始められたそうです。その後美容師の免許を取得されて本格的に東京でまずは仕事をされてたっていうことです。で、あとは21の時に、はい、初めて海外に行って旅行で、はい、で、その時に全然英語は喋れない自分が恥ずかしくて、はい、そこでなんかちょっと変わった。やっぱりその海外ちょっとこう住んでみたいっていうか、英語喋りたいなって思って、はい、で、そこでなんかこう海外に住んでみたいなって思ったのがまたきっかけで海外に行くことになって、はい、でそこから先輩なりで、その時の美容友達とかね、うん、先輩なりで、ワーキングホリデーがあるよと、はい、っていうので、カナダに行くことになった。もうじゃあワーキングホリデーはその自分が行きたいって申し込めばもう行けるような制度なんですか？そうそう、基本その国とかでまた人数制限とかもあったりするし、今はまた違うのかもしれないし、はい、昔だったら例えばロンドン、イギリスはあって25までだったし、はい、で今は多分30とかになってるけど、そういうのも多分またね、自分がどこに行きたいとか、はい、何をしたいとかでまた変わってくるだろうし、そこで調べて、はい、変わってくるなれば、まずきっかけになるし、はい、じゃあ今日本で美容師されてる方もそういったワーキングホリデーっていう選択肢もありますよっていうことですね。海外で自分の腕を試すというか、違うね、なんだろう、こう違うお客さんっていうかね、はい、スタイルをやってみるのも自分の引き出しが増えるわけだし、はい、じゃあ22で、カナダトロントに行かれて、何歳までそのカナダとアメリカでの仕事なんですか？トロント1年行って、そこからニューヨーク、はい、あとまたモントリオール行って、はい、で25まで行って、はい、でそこから福岡に戻って、はい、で25に、1年間戻って、また26の時に次はロスに行って、はい、それも完全にもう移住、あもうアメリカに住もう。ね、そのこの国っていうかこの町に住んで店をやろうと思って決めたのがロスで、それが26、はい、最初にカナダアメリカがそのトロントニューヨークモントリオールが3年間いや2年あ2年間トロント
そう、ニューヨークモントリオール、ニューヨークモントリオールで2年、はい、でその後い、1回日本に1年働いて、で地元福岡県で美容師で働いて、それこそあれで、はい、九州をむしろ全然知らなかったから、はい、福岡のことだから16まで行ったじゃん、はい、居酒屋なんかどこがいいとか知らないじゃん。ああそうですね旅行とかもさ、はい、だからそれでなんかその時にまあ別に東京じゃなくてもいいなと思って、うん、福岡に行って、はい、そこではもう九州もいっぱい知ってるから、ああその1年間で、そう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 、はい、毎週じゃない毎月のように旅行したりとか、はい、だって近辺のいっぱいねいいとこいっぱいあるし、はい、あ今だったらいろいろ分かる、はい、それでまあ福岡に戻ったのすごい良かったし、はい、そうそう、でまあその後まあロスにまた行って、25か、はい、そうそうそう、でロス2年、はい、行ったけどその時もすごい良かったのまた、はい、野球チーム、まあ野球またやってね良かったんだけど、そのなんかちょっと勝負したいな、はい、なんかちょっとこういいんだけどなんか面白くないって、そのいいなんかこう落ち着きたくないみたいなのがあって、なんかそれはそれでよかったね、なんかちょっとなんかやりたいな、まあその時はまだ27だし、はい、と思った時に、まあブリックス、はい、あこれから経済成長、はい、って言って、でその時のまあね、サンポールに来るきっかけになったっていうのと、その時に俺と、はい、先輩、ね、ともう一人若い男の、はい、そいつは学生で、そいつはまあ学校卒業して、もうすぐ終わるからそれから 何しようか悩んでるんです、はい、で、俺と先輩で、いや、お前ちょっとブラジル行ってこいよと、はい、で お前がいろいろこう調べて俺らに教えると、はい、で、俺らが遊びっからっていう話をしてる、はい、普通飲んでる、だから話しながらなんか俺が行きたくなってきた、あー、はい、こいつが行って経験するのと、はい、ね、俺がこうせって言われていくのまた違うでしょ、だから自分がそれを経験したいなと思ったら、はい、じゃあ行っちゃうんだよ、はい、で、その27の時にまあ言ってももしブラジル行ってダメでもまあ3年ちょっと例えば、はい、行ってダメでもまあまだ30代、はい、20代っていうか、はい、3年ちょっと頑張って行ってみようかなみたいな、って思ってなんかもう行きたくなっちゃった、はい、でもう来ちゃって、あでその時もねまあまあ転職っていうか、まあ、そういう自信があるそうだけど、はい、あとはその海外に住んで、まあ、大体慣れたのもあるから、はい、まあ、何度か住めるかなみたいな、はい、っていう気持ちと、あとはあのブラジルのことっていうかサンパウロ全然知らなかったけど、その時に日系人、はい、なんか日系人も全然分かんなかったけど、はい、あ僕も、ね、こっち来るまで全然分かってなかったです、はい、でサンパウロってめっちゃ日系人いるんじゃんみたいな、はい、っていうことは歴史もあるでしょ、はい、ってことはもしかしたら日本語でいけるんじゃないかなって、あで思った時に、あじゃあちょっと多分大丈夫でしょ、はい、なんかあるじゃん、いろいろこう自分なんかその時に考えたですね、はい、まあブラジルやっぱ美人さん多い、あモデルさんも多いし、はい、いいな、なるじゃん、で日系人多いから日本語多分しゃべれる、はい、で、あとはなんかそのブリックスだったりさ、はい、で、また未知なるこう南米、はい、いろいろこうね、知るのも面白いな、はい、と思ったのがきっかけ、おで、来てみたらまた全然違う、はいはい、全然日本語喋れないです、あ英語も通じない、はい、ね、まあ、美人は美人だけど、みんなね、あ、はい、そういうきっかけで思い切って勝負しようっていうことでアメリカからも飛び出してブラジルまでたどり着いたっていう形なんですね、わかりました、はい、それでは、ブラジルに来てもう7年で今年8年目に突入するということで、まあ、そういった、まあ、思い切ったきっかけがあって、まあ、実際に来られて、7年経ってみてどんな感じですか、ぶっちゃけ、はい、このブラジル生活7年間いや仕事のことプライベートのことでございます、いやでも楽しいよね、はい、やっぱね、なんだろう、こう自分次第だよね、なんだろうね、まあ、まあ住みやすい、普通に、はい、あとはもうブラジル人のね、なんかこう性格も分かってくると、はい、嫌な部分もあるし、ね、ダメな部分でいいけど、まあ、それはそれまた人間的な、ね、感じがして、はい、ああやっぱあれですよね、最初の頃だとブラジル人いいな最高って思ってたんですけど、やっぱだんだんこう分かってくれる中で危険なんだよ、はい、全然ね、なんか多分日本人とは違う性格の部分ってことですよね、はい、
あ、やっぱ仕事上で付き合っていく中でそういうのも結構感じるってこと、やっぱね、なんか長くなれば長くなるほど、はい、そうね、そう、結構あの日本の方とかだと、まあ、僕もブラジル来る前、家族とか周りの友達はあのやっぱブラジル危ないんじゃないのっていう治安のこと結構心配する人が多いんですよね。その実際にやっぱブラジル来たことない人って そうね、そういうイメージがあるんで、実際7年暮らしてみてどうですか、そういった部分。いや、だからそれは自分が気をつけてればね、はい、別にそういうこと起きない。あ、まあ、あとは運でしょ。そのあの強盗にあったとかさ、はい、で車運転してなんとかなるけど、はい、まあ、その時はそういうふうに対応したらいいんじゃないかって、うん、だってね、なんかそこで反抗しようとするとダメでしょ。ああ、まあ言いますね、ね、はい、なんかお金渡したりとかね、はい、やれば全然 OK だし、あとはまあ気をつけてれば基本大丈夫でしょ。あ、で一回も会ったことない。ああ、分かりました。あの7年間もうサンパウロ大都会の中心で生活されてるリョウさんが言われてるんで気をつければ大丈夫です、ブラジルも油断しなかったね。はい、それでは最後にこちらリョウさんの方からあの視聴者の方へメッセージをいただこうと思います。本当にこれから美容師目指されるっていう方もいるかもしれないですし、これからその日本を飛び出して海外へ挑戦して仕事したい、またワーホリ行きたいっていう方もいるかもしれないんで、まあ、そういった方に向けて何かこうメッセージがあればということで、ちょっと、メッセージいただきます。じゃあちょっとよろしくお願いします。最後メッセージを。メッセージはもうアクションです。アクション、はい、もう行動を起こすのみ、はい、行動を起こして、そこでまた広がることもあるから、はい、やっぱり何かやらないと始まらない、うん、はい、だその縮こまって日本だけにいるんじゃなくて、やっぱりこう美容師とかでもやっぱ日本の技術が高いっていうのもあるんだから、はい、海外で十分、ね、あの勝負できると思うし、なんかそれでまた違うなんかアイデアっていうかデザインだったり、まあ、広げていければ自分のその引き出しも増えるし、はい、あのいろんなお客さん、いろんな髪の毛を知れる方が俺はいいなと思う。だから、まあ、そういう意味でもやっぱブラジルは、ブラジルっていうかそのブラジル人ってすごいいっぱい混じってるもんだから、はい、もうここだけでやるだけでも全部 その人種っていうかいろんな髪質が分かるから、あ、意外と知られてないけどこういうのって、はい、でもそういう意味ではすごい面白い、はい、髪質も違うし、ね、その反応、はい、ね、どう反応していくか、例えばこう髪の、カラー剤とかでも、はい、同じようにアジア人にこうやったらこう出る、ね、それがまあ白人とかにやるとこう、ね、違ってくるな、はい、まあ、そういうのは面白いよね、はい、文化背景とか人種によって求めているものとか感じ方が全然違うっていうのを、まあ、ブラジルで働くことによって感じれると。肌で分かりました。そしてアクションですね、はい、自ら行動を起こすことが何よりも大切だと。そうそう、最初中学卒業後から始まってどんどんアクションアクションアクションで今ブラジルにたどり着いてるっていう。初めてだって海外行きたいと思ってなかったからね。あ、英語も全然喋りたいと思わなかったし、はい、ね、やっぱりなんかこう何自分がこうダメだったりとかしたことでやっぱりこう変わるわけじゃん、はい、なんかいいな、ね、なんかもう自分がこういうの持っててなんかこうそれからじゃなくてむしろこう失敗してとか、はい、なんかこうダメだなと思ったからそこでなんかこうなりたいね。例えば、まあ、俺だって英語覚えたい、はい、ね、喋れなくてすごい恥ずかしいっていうか、なんか恥かいたりしてたから、はい、でそれでまた変わってるし、うん、変わりました。ありがとうございます。はい、じゃあそれでは以上でよろしいですか。はい、はい、それではまあ、ブラジルで、もう美容師生活8年目を迎える松永亮さんのインタビューでした。本当にぜひブラジルに住んでいる日本人の方、そして、まあ、日系人の方、ブラジル人で今この日本語で理解できている方、亮さんのもとに、髪を切ってもらいに来てください。お願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとう。はい、ミートブリガード、チャオチャオ。